発砲されるシーンがあったんですけど、撃たれるシーンで、今までドラマとか映画ではそういうシーン見たことあったんですけど、自分が実際撃たれる時に、あ、こういう仕組みになってるんだってちょっとびっくりしたところもあって、はい、すごくいい経験になりました。まあ何が大変だったかっていうのが、僕結構30歳なんで結構ありがとうございます、ヒゲが結構まあ早いですね、生えてくるのが。だから、まあ、夜遅い撮影になるともうちょっとヒゲが生えてきちゃって、お前それ高校生じゃねえじゃねえかよってなって、まあそれを抑えるのが大変だったっていう、ね、ヒゲのお話ヒゲの話でした、はい。